本的には自動車用の樹脂部品を開発し生産し、そしてお客様の自動車メーカーさんにお届けするという会社です。樹脂化の大きな目的の一つは軽量化でございますが、強度でありますとか熱に対する強さでありますとか、あとは防音防振まで含めてですね、いろいろなニーズに耐えられる樹脂部品がいかに開発し提案できるか、とても重要なポイントだと思っています。そういった自動車のニーズの部分を担う提案ができるということについては、しっかり自動車メーカーさんともお話をさせていただきますし、そういったまた新たな取り組みもしっかり対応していく。